運命、最終防衛ラインへ向かい、他のムジカートと合流せよ。多数の D2 反応が集結、接近しつつある。多数の D2 反応、どこからです？調査中だ。だがいずれにせよ、シンフォニカへの侵入は食い止めねばならん。それはナイム、ウォン検索で反応ゼロ、シンフォニカ内はオールクリアだむ。大急ぎで飛んできてやったのに、お前とは失礼だむね。僕にはムータって名前があるむ。お前たちコンダクターを補助してやるありがたいデバイスなんだむ。合流地点はムータが把握している。急げ。行きましょう、タクト。いい目ですよ、コンダクター。私たちにしか戦えないからで、私たちには戦うことしかできないからです。はいはい、続きは移動しながら話すむ。エレベーターに向かうむよ。こっちだむ。最終防衛ラインに到着だむ。僕たちは敵じゃないむよ。 D2 がもう来たのかと思ったのに。なんだ、ムータか。あいつは、こいつが噂のコンダクター？なんだか頼りない感じだな。でもちゃんと指揮はできたんでしょねえ、運命。はい、指揮については間違いなく記憶の欠損があるようで戸惑ってはいるようですが。あらあら、そうだったのね。でも記憶がないのは私たちムジカートも同じだし、気にすることないわよ。キーちゃんもお兄ちゃんと一緒だよ。あれ、運命から聞いてないのか？今必要な情報とは思わなかったので。それを知らなくても戦うことはできます。そりゃそうだろうけど、お前そういうとこだぞ。私たちムジカートもムジカートとして目覚める前の記憶は全てありません。記憶を失っている、なんてことだ。ワルキューレ、どうかしたの？臆病者にタクトを委ねるくらいなら一人で戦った方がまだ勝算がある。どうしてそんなこと言うの？何かあったのか、ワルキューレと。そんなことよりムータ、任務の詳細はどうなっている？新たな D2 がここに迫っているという話だっただろう。そうだむ、チリジリだった D2 が集まってきてるむ。各自戦闘準備を整えて待機だむ。ムジカートの間に必要なのは信頼。少しでも他のムジカートと話してみるといいむ。タクト、周囲を見てどうしましたか？はい、多くの D2 が押し寄せてきていました。みんなにここを任せて
私はあなたを起こしに向かったのです。シンフォニカ内まで D2 が侵入していたのは完全に想定外でしたが。そうですね、怖いですか。少し意外です。てっきり怖いとおっしゃるかと。大丈夫です、私が守りますから。どうせまた怪我するんだし、いいよ。それに私たちの怪我はよっぽどの大怪我じゃない限り勝手に治るし。それよりあんただよ、あんた。そんなへっぴり腰で大丈夫？シンフォニカ内の D2 を運命と協力して殲滅したって話だけど、持ってないか？はあ、ま、実際に D2 は殲滅されてるわけだし、特に追求する気もないけどさ。戦場に出てくるからには役に立ってもらわないと困る。怪我とかそういうの気にして変な指揮とかしないでよ。そこは自信満々に任せろぐらい言ってほしかったな。あら、どうしたの君。私のことジロジロ見ちゃって。私が魅力的なのはわかるけど、ジロジロ見るのはマナー違反よ。そうね、兵器といっても機械なんかじゃないことは確かよ。ほら触ってみる、柔らかいわよ。ほら柔らかいでしょ。私たちは人間ですよタクト、あなたと同じ。正確には元人間だけどね。そう言ったじゃん、覚えてないの。ムジカートになる前のことは。ええ、君と一緒よ。何のためにって戦ってる理由？それってそんなに重要？兵器として生まれたんだ、戦うのは当然だろ。私は目覚めた時からこの体、覚えていたのは D2 と戦うという使命と自分たちを構成するこの旋律だけなの。ああ、そうか君、記憶喪失ってことは私たちとまるで一緒なのね。コンダクターにこんなに親近感を持ったのは初めてかもしれないわ。まあもっとも、あなたの力を信用するかどうかは別の話だけど、私たちのことより自分のことを心配した方がいいと思うわよ。お兄ちゃん、コンダクターなんだもんね。キイちゃんたち、指揮できるんだよね。お兄ちゃん、どうしたの？泊まり込んじゃって。いろいろ状況分かってきて、ビビってるんじゃないのか？やーん、かわいい。お兄ちゃん、もし怖かったら、キイちゃんがお兄ちゃんと契約してあげる。キイちゃんがずっとお兄ちゃんを助けてあげるって約束のことだよ。そしたらキイちゃんもお兄ちゃんも今よりずっといい旋律を奏でられるんだから。わーい、やったやった。
バカ、ムジカートからコンダクターに安易に契約を持ちかけるな。ファイト。キラキラ星ちゃん、契約っていうのは私たちから簡単に持ちかけてはダメ。コンダクターからムジカートに来うものよ。もちろんひざまずいてね。でもキイちゃん、お兄ちゃんと契約結びたいよ。そうすればキイちゃんもっとみんなを助けてあげられるんでしょ。そう思ってても黙っておくの、恋の駆け引きと一緒よ。キラキラ星ちゃんにはまだ難しいかな。話すことは何もない。どうしたんだアルキュール、そんなピリピリして。怪我でも痛むのか。お前と一緒にするな。余計なことに気を割きたくないだけだ。厳しい戦いが予想される。貴様なんぞにかかずらってる余裕はない。不穏検索に感知、クルム、クルム、 D2 がクルム。